トラジローと、いくらクララのクラットラジオ。今回は第45回ということで、社会不適合者が FC に加入して OK かというタイトルでやっていきます。それでは質問をいただいているので読み上げます。私は最近 FF14 を始めた若葉です。現在自分はソロで活動しており、メインやギャザクラで楽しく FF14 をプレイさせていただいております。ただずっとソロだと寂しい、 ID などで見知らぬ人とプレイするのがちょっと怖いため FC に所属したいなと思っております。しかし自分はこれまでこういうサークルみたいなところに所属した経験がなく、閉鎖的な環境に頼ることが多かったので、一般的なマナーなどが抜けているのではないかと思い、他人を傷つけるかもと思うと怖くて勇気が出ません。普段の自分の発言が結構過激だと認知しているのですで、会話は絶対できないなと思っております。 FC マスター視点でトラブルを持ってきそうなやつはやはり入れたくないですよね。このゲームは特にマナーに厳しいイメージがあるので、このままソロで活躍していた方が無難でしょうか。通報されて赤バンされるのも嫌なので。じゃあ質問を要約していくと、ソロで遊び続けている人で寂しくて野良が怖いから FC に入りたい、ただコミュニティの経験ゼロっていうことで、自分でね、結構過激だと認知してるっていうことでマナーが欠けてるかもしれないっていうところで、この人の悩みが FC マスター視点でこういうやついるのどうっていうのと、マナーに厳しいイメージだからソロの方がいいんですかっていう質問です。なるほど、はい、これは私も結構やらかしちゃいますね。なるほど。リアルでもそうなんですけど、ネットゲームの中でのチャットでも、結構この発言しても相手は傷つかないだろうなっていうような言葉で、意外なことに相手を怒らせてしまうっていうこともあります。例えば、まあ、このトラジローさんのお部屋、カーバンクルの家具がたくさんあるじゃないですか。このカーバンクルの家具って、商店街のクポフォーチュンっていうくじで外れの景品でカーバンクルの家具がもらえるんですよねってこと言っちゃうんです。はいこれ聞く人によっては傷つくし、外れの景品の家具がたくさん揃ってるっていうことを言われたくないって思う人いますよね。まあそうなのかな。まあそうやろな、そうとも捉える。これあれ、後ろのこの黄色い椅子、はい、そうカーバンクルの椅子も、これもクポフォーチュンっていうくじの外れの景品だったんです。ああそうな、それで俺持ってんねやっぱり。いや俺、あとは外れたくさん出てくるということで、マーケットボードでもカーバンクルの家具は比較的お値段お安い低価格で買える家具なんです。まあ投げ売りってやつよね。それで私は、まあ、私の家にもカーバンクルの家具いっぱいあるし、私はカーバンクルの耳を頭につけてるので、親近感があるとか、カーバンクルの家具がいっぱいあるのは私の家と同じだねっていうことで親近感あるなっていう思いを込めて、これ商店街のクポフォーチュンの外れの景品なんだよねってことを言っちゃったんですが、ああ言っちゃったんや。でもそれに対して相手の子がブチ切れたとか悲しいんだっていう、そういう反応はしなかったんですけど、後々自分で自分が言った発言を思い出してみて、相手はこういう考えもあるんじゃないかなって思い返してみたときに、自分の発言にびっくりします。我ながら。絶対社交性がない人の発言でしょうって自分で自分に突っ込んでしまうんですけど、思いがけず人を傷つけてしまうチャットすることもありますね、私はです。まあチャットで伝えるのって難しいからね、まあそういうことはあるにはあるけどね。トラジオさんもあるんですか。それぐらいやったらあるんじゃないかな。いやまあでも俺も悪い意味マナーというかモラルがないのはないかもしれない。まあ、モラルがないって思ってる人は、他の人に対してもモラルなくてもいいよって寛容に考えてくれてる人は多いですよね。確かにそれはそうかも。逆にいろいろなマナーとかルールに厳しくしちゃってる人は礼儀正しいっていう風には見えるんですけど、他の人のマナー違反を許すことができないっていう厳しさもあるので、確かにそこがどっちがいいとかすぐには単純には考えられて答えは出せないですね。そうだからこれも FC マスター視点で、こういうやつ入れるのどうっていうのはもうマスター次第よね。俺は全然気にしないっていうのがあるし、そもそも一回喋らんとわからないよねっていう話かな、やっぱり。でマナーの基準って人それぞれやし、
そうですよね。そうそう、仮に自分にマナーがあると思ってても、それは他人からしたらそれがね正しいかは限らないって考えると、うん、まあ、大体のことはね受け入れられるとは思う最初はね、うん、ただある程度のそのマナーは守った方がいいかなっていうとこで、ちょっと気をつけた方がいい、ない、あの言動や行動、まあ、FC で他人を傷つけたりする、不快にする言動や行動をちょっとずらっとまとめてみたんやけど、愚痴、悪口、下ネタ、相手の会話を遮る、指摘するだけ、ストーカー行為。そうそう、まあ、あるある、はい、私にとってはあるあるネタです。全部これを成し遂げてんの？いや、トラジョーさんとこの二人の会話であっても、相手の話を遮るっていうことをよくやっちゃうじゃないですか。あ、それはね全然あれですよ、あの、うん、ちゃんと、まあ、動画を撮る上で被ったところで譲り合ってるから全然それはいけてると思うよ。あ、大丈夫ですか、うん、本当に遮る人は相手が何を喋っていようかその上に被せてそのままずっと喋り続けて、うん、でお互い何言ってるか分からん状況によくなる。あ、それ本当にイラッときます。そうそう、あのこういう人はねちょっとあのマジで嫌がられるから気をつけた方がいいかな。うん、ほんまに関わっていく人どんどん減っていくよって、うん、今こういうね被ってる状況はあるけどまあこれはお互いの今、うん、撮影しながらね、うん、会話つなげるつもりで喋り合ってるからあれやけど、普段の会話の中で遮られてずっと上から喋られると、うん、もうええわってなってくるよ。なるなる、うん、そういうタイプの人もある意味コミュ障って言われてるんですよね。そうね、またこれが本人気づいてないっていうところがあるからね。うん、そうそう、それが本当厄介なことです。うん、たくさん言葉を発していればコミュ障ではない、コミュ力が高いっていうわけでは全然ないのに、うん、コミュ力が本当に高い人っていうのは相手の話をよく聞いてくれるってことで、一対一で喋ってる時には相手の話す数と自分の話す数だいたい 5対5になるくらいの会話量だったら、うん、言葉のキャッチボールができてるって言えるんですけど、喋りすぎるタイプのコミュ障の人は、うん、自分が喋れれば喋ってる間は楽しい。そう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 、自分のは、うん、その図だけ見ると9対1ぐらいになってる時があるよね。 ありますね。だからとにかくやっぱあんまり普段話せる機会がないからそういう時聞いてほしいのかな。人は誰しも自分の話を人に聞いてもらうっていうことを幸せに感じるものなんです、うん、これはちょっと、うん、まあ、この中ではこれが一番気をつけた方がいいと思うし、まあ、それプラス話すと長いっていうのがあると、あ、まあ、余計よね。そうですね。さらにそれをミックスさせてこれが愚痴とか悪口、人の愚痴悪口とかになってくるともう最悪。あ、最悪です、うん、もうこのミックスしたらやばいよほんまに。うん、悪口愚痴を長く延々と喋り続ける人最悪です。そうで、相手の時間を拘束するから最悪のケースはそのずっと愚痴られてる側の人も聞かされてる人の方が FC を脱退するっていうケースもあったりする。なるほど、うん、この辺はちょっと気をつけた方がいいかな。下ネタに関してはね、これはね賛否両論というか、まあ全然 OK っていう人もいれば、まあ、例えばちょっとしたことでもダメっていう人もいるから、うん、これは FC チャットで話すというかは FC メンバーで気の知れた者同士で個人間で話す分にはいいかなと思うけどね。私は無難に全く喋らないですし、うん、私自身もそんなに下ネタは好きじゃないですね。ああ、はいはいはい。まあちょっとジョークでね、言うことはあるけど、まあそんなめっちゃどぎつい下ネタとかじゃなくて、例えば、うん、今日のパンツ何色とか。これは。それ下ネタどころかセクハラです。そうやな、セクハラやな。そういうの、もうその時点でどぎつい下ネタだと思います。うん、ですよね。これはまあ、これはさすがにフジチャットではもう NG。ぐらいは気をつけた方がいいかな。もしそのこの質問主が下ネタのレベルを分かってないのであれば、そういうのはもうアウトですよっていうことよね、はい、逆にクラッチから見てこれはアウトっていう下ネタある？排泄物に関すること。あー、それはきついな。うーん、下ネタ、まあでもそういうのなんか悪口というか冗談でたまに言う人いるもんね。そうですね、それが、うん、その発言が面白いと思って言ってるのかもしれませんが、全然面白くないですし、うんうんうん、わざわざリスクを犯してまでそういう下ネタギャグなんて言わなくていいです、うん、言わないでほしいです。俺昔 FC チャットで、うん、漏らしたって言ったことあんねんけど今思ったら NG やったんかな、そのくらいはギリギリ大丈夫かもしれません。そう、当時のサブマスターがびっくりしてて、ログインした時に何言ってんだろうみたいな、誰も反応がなかって
やっとラジオさん漏らしたっていう発言面白いと思っちゃったんですか。いや俺はシンプルにありのままを伝えただけだけどねじゃあそれリアルで漏らしちゃったってことですね。そうそう、リアルで漏らした。しかもコンテンツ行く前に私ちょっと漏らしたから待ってみたいな、そういう感じじゃなかったかな、ここからは放送できない内容になったのでカットします。それもっとひどい下ネタなので今ここで喋るのをやめてください。あ、そう、あのこうオリカットですね、まあ、ちなみに私は一回もないです、はい、あ、ありがとうございます。大人になってそう、まあ、だからこれだけ気をつけていけば大体の FC は受け入れてくれるかなっていう感じよね、うんうん、そこから気の合う人と話していけばいいし。で、二つ目の悩みがマナーに厳しいイメージだからソロの方がいいですかっていうことですね。まあ FC にマナーはあるのはあるけど、これはね FC ごとによってルールは異なるから、うん、まあ、あの一般的なマナーで考えると相手が嫌とか不快に思うことだろうなって少しでも感じたらそれはそうっていうやつですね、うん、まあ、さっき言った一覧の中が大半がこれやと思うんで、まあ、この辺気をつけてれば大体大丈夫じゃないかなと思うけど。そうですよね。まあでも私みたいに褒め言葉の観点がずれちゃってる人だと、うん、これらの項目気をつけていたとしても相手を怒らせてしまう発言する可能性はあります。では例えばどんな感じ？煽っちゃうってこと？私の話し相手の人が丸々やってて忙しいんですよねっていう、まあ、忙しいアピールとはちょっと似てるんですけど、はいはいはい、そういう忙しいって言ってる人に対して私は褒め言葉のつもりでちゃんとしてるんですねっていう言葉言ったことはあるんですけど、おちゃんとしてるっていうのは一般的には褒め言葉ですよね。まあそうよね。うん、でも意外そうにちゃんとしてるってことを言うことがそれが見下してる失礼な言い方だっていうふうに言われたことがあるんです。あー、まあそうとも捉えられるね。うん、これなかなか理解が難しい微妙な表現ですよね。うん、あるある。でもそういう言葉選びがずれてるなっていう場合はたまにあるし、まあそういう人結構いたりするけどね。うん、だいたいお笑いで済むでしょ。でもそうですね、ほとんどの友達は喋ってくれる友達はお笑いで済ませてくれます。うん、ガチでキレられたことはないでしょう。うん、ガチではないですね、うん、で、コミュニケーションの基本の中に話す前にこの言葉を発したら相手が傷つくんじゃないかとまずは想像してから考えてから言葉を発しましょうっていうことは言われてるんですけど、うん、はい、そのことを考えていたとしても私はほとんどの言葉言われても傷つかないタイプなんです、うん、鈍感なんですかね。あ、全然、これだけ言われたら絶対怒るっていう言葉はいくつかはあるんですけど、ほとんどの言葉に関しては私は怒られないです。ちなみにその言われたら怒るっていうのはどんなワードでしょう？これは私の声ですね、うん、ああはい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 、声に対して加工してる声じゃないかっていうような発言されるとブチ切れます、うん、ブチ切れる、うん、まあそれまでに怒る理由があるってことよね。そうですね、うん、自分が努力して自分でもそれをコンプレックスだと思ってるし、うん、努力して直そうとしてるところなのに、はい、それに対して自分自身でも自覚はしてるんですけどおかしな声とかそういう感想だったとしてもそれは人を傷つける悪口もなり得るんです、うん、まあ仮にね、ダイエットした人に、うん、デブって言ってるのと一緒ってこと？いやそれは違うか。それは近いか。あ、でも同じです、うん、人のコンプレックス、うん、自分自身で私太ってるんだよねって言ってる分には大丈夫だけど、うん、他の人に対してあなた太ってるよねって言われると、うん、意味的には同じ太ってるっていう感想だったとしても、うん、侮辱って感じるんですよね他の人に言われた時には。あ、確かにね。私も同様に自分がコンプレックスだと思っている声に対して、うん、声が変わってるねって言われるのは変わってるねくらいだったら全然いいんですけど、うん、加工して作ってる声でしょうっていうような感じの感想を言われるのは嫌ですね、うん、何を根拠にって思うねんけどな。最初は何とも思わんかったけど、最初はつうか今もやけど、その、うん、疑い的な、うん、別にこういう人の声全然いるじゃんっていう話を戻そう。まあそういう場合もあるから、常にねこうなんだろう、仮に FC 入ったとしていちいちこうずっと考えて逆に負担になるならソロ専門で遊ぶのもありかなとは思いますけど。
そうですね、ストローでも楽しく遊びます、うんうん、無理してなんかそこ入ろうとするとね、結局無理してなんか空回りしてうまいこといかんって、それでもまあ、それを改善して次に活かして楽しくやっていこうって分にはいいと思うけど、まあ、そういうのも嫌やっていうのであればね、うん、ソロ専門に戻していってもいいと思うし、まあ、どっちにしてもね、まあ、気になるなら一回体験してみて、そっから経験積んで判断すればいいのかなと思いますが。はい、そうですね、コミュニティの経験ゼロって相談者様おっしゃられてるんですけど、まあ、経験する前は不安があったり入るのに躊躇してしまうだろうなっていう気持ちはわかるんですけど、うん、実際に入ってみたら、話してみて、チャットしてみると、そんなに気難しい人ばかりじゃないっていうのもわかると思うので、少しずつ慣れていけば普通にチャットできるようになっていくんじゃないでしょうか。まだご質問者様はゲーム始めたばっかりで、ネットでチャットでコミュニケーション取るっていう経験ない人で、まだお若い方なんですかね。あー、どうでしょう、年齢はちょっとわからないけど、まあ、うん、ある程度年齢言ってても経験ない人はなかったら、ね、やっぱ悩むとは思うよ、大人でも。まあ、とりあえずファイナルファンタジー14はセロシーンのゲームなので、うん、15歳以上の人が全員プレイしてるっていうことだと思うので、うん、15歳だったら小学校中学校で道徳の授業を受けてるはずですので、その道徳の授業の通り道徳で教えてもらったでしょう。え、いやでもね、今思い出そうとしても覚えてへんわ、道徳で何だったかって言われたら。じゃあこの一言だけ覚えていれば大体うまくいくっていう言葉、うん、講師の教えを覚えておきましょう。講師、うん、どこの講師、授業の講師、学校の先生の講師って意味じゃなくて、うん、講師、授業を広めていた教師様です。講師ね、はい、うん、己の欲せざるところ他に施すことなかれっていう言葉があるんです。全然意味わからへん。これ日本語に、はい、まあ、これもともと日本語ですけど、はい、さらに現代文に訳すと、自分が嬉しくないことは他人にやらないようにしようっていう意味の言葉です。ああ、なるほど、まあ、自分がやられて嫌なことは他の人にすんなってことか、うん、そうです、そうです、はあ、その基本さえ知っていれば大体ゲーム内のチャットでも困ることはないでしょう。自分が想像していた相手の反応とは異なる場合には、想像もつかなかったことで傷つけてしまってすいませんでしたっていうことはあるかもしれませんが、うん、それはレアケースな方なので、私も過去にいろいろチャットやらかした経験忘れていないので、それをもとに発言、チャットでの発言にはかなり気をつけるようになったので、少しずつ学んでいけばいいんじゃないでしょうか。そうね、俺もあんまり考えてへんし、よくツッコミは受けるけど、うんうん、そうね、まあ基本的には相手の立場になって考えれば、そんなよっぽどのことはしないかなって思うよね。もしも自分は相手が気づかないだろうなって思って言ってしまった発言に対して、うん、相手が怒ったり傷ついたりしてしまった人は、もしかしたら相性が悪い相手かもしれません。お、人それぞれに相性の問題がありまして、私の場合は、まあ、先ほどの例の通り、家具がカーバンクルで外れの家具なんだよねって言っちゃった発言が、うん、そういう発言に対して怒ったり悲しんだりしちゃう人だったら、うん、私のことも嫌いでしょうし、私もその人とは相性が悪い人だと思うはずなので、うん、残念ながら疎遠になっていく人もいると思います。うん、全員すべての人と円満に仲良くして付き合っていくっていうのは難しいことだと思ってます、うんうんうん、なのである程度は諦めはあっていいと思います。はい、ってな感じで、まあとりあえずね、経験を積んでから判断しましょうということで話をまとめていきますが、マナーっていろいろあると思うけど、自分流のマナーって何かありますかって話をちょっとしようかなと思ってて、自分流のマナー、その人に接する上での自分で決めてるマナーみたいな、ここだけはちょっと押さえとこうみたいな。まあ俺の場合だと、まず相手の話を聞くっていう、引き出すっていうところを、うん、はベースに置いてるんですが、そうですね、確かに聞いてくれるっていうのは、話聞くっていうのはとても重要ですね、うん、あとはその先ほど言った通り、相手の会話を遮らないとか、まあでもいざ自分流のマナーって何って言われたらあんまりないな。いや、それも十分立派なマナーです。言ってもらえて私も共感しました。クラッチはなんかあるの、その喋る上でこれは気をつけようみたいな、その過去の経験からでもいいし、うん、少しでもネガティブなワードが絡んでしまったら、うん、
なるべく発言しないようにするっていうことで、でもそれは考えすぎて何も発言できなくなるっていうことに近いんですけど、あ、私は自分のことコミュ障って思ってて、実際にコミュ障ですし、なぜそんなに口数が多く出せないのかっていうと、考えすぎてしまうからっていうのも理由にあるかもしれません。でも最近結構配信とかで喋ってるくない？そうそう、自分一人で喋るのがメインになってる配信だったらいいんですけど、なるほど。やっぱり他にもボイスチャットで喋っていて、他にも喋れる人がいる中で自分一人だけ喋っちゃった時には、相手に嫌な思いさせちゃってるだろうなって思うことがよく後悔することがあるので。 あるんや。例えばコラボの時、私はコラボの時に、コラボの時一対一で話す時には会話のキャッチボールができているか、話す量が5対5くらいになるように、話しすぎないように気をつけてます。まあ、これはトラジローさんが話してくれたこととほぼ同じこと言ってるんですけど、はい、あとは相性の合う合わない、性格で合うか合わないかっていうのは人それぞれ誰にでもあることなので、自分にも相手にもストレスなく付き合える関係で続けられる、そういう友達は厳選しようというのを気をつけてます。やっぱり私は寛容な人で、あんまり感情の起伏がない人が付き合いやすい相手だなって思ってます。まさに俺のことだ。そうですね。あ、そうなの。でもそれイコール好きってわけではないですけどね。あ、はい、そこはちゃんと補足していくのね。はい、そうそう、はい、友達として話しやすいって思ってるだけです。はい、はい、大丈夫ですよ。あ、はい、まあ、こういうこと言っても傷つかないのがいいところですね。そうですね。全然恋愛対象じゃないです。ありがとうございます。自分なりのコミュニケーションのマナーはこれくらいですね。逆にそうよね、これっていうのあんまり決めてないからこそ、いろいろあるな、そんなに困ることがないというか、逆にそうやね、自分流のマナー決めすぎると動きづらくなって、結局相手にもそれ求めちゃってみたいになるもんね。そうそう、厳しすぎるマナー作っちゃうとコミュニケーション取るのも堅苦しく感じてしまいますからね。クラッチ、ちなみに自分、まあ、マナー関係ないけど、自分の生活の中で許しちゃおうっていうシーンとかあったりする？許しちゃおうっていうのは、眠気を感じたらすぐに昼寝をするっていうことです。あ、それは大事やね。それは俺もするか。私は会社にいた時にも、うちの会社は結構自由に休憩時間取れる、あの1日のうちお昼休憩1時間以外に10分くらいだったら、トイレ休憩みたいに自由に休憩できる時間が設けられている会社だったんです。ん、1日に10分だけ？1日に、お昼休憩1時間プラス、自由に休憩できるような時間10分くらいです。その10分くらいの時間にも、あとお昼休憩1時間のところでも、昼寝させていただくことはよくありました。まあそうね、パフォーマンス良くなるもんね。一回眠なったら終わりやからね。そうですよね。その眠気を抱えてる間、効率が悪くなるっていうだけじゃなくて、ミスにもつながりますし、注意力も散漫になるんですよね。そうとるよね。まあそうか、睡眠、なんか食べ物とかでは、食べ物ではどうでしょう？食べ物は、今日はこのデザート食べるか迷ったけど食べちゃおうみたいな。私は特殊なのかもしれませんけど、あんまり美味しいものを食べたいっていう欲がないんですよね。なのでとりあえず満腹感が得られれば何でも食べ物はいいって思ってるタイプで、トラジローさんは完全食っていう食べ物をご存知でしょうか？なんか最近よく聞くやつかな。栄養が詰まってる未知の物体。未知の物体？例えるならカロリーメイトみたいな食べ物です。はい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 。完全食だけを食べ続けてるっていう笠原さんっていう意識高い系の人がいるんです。ほう。美味しいものを食べるっていう喜びはその人も望んでなくて、それでも必要な栄養は摂取できてるっていう生活を何年も5年ぐらい続けてる人でしたかな。はあ。そういうすごい笠原さんっていう人がいるので、ああいう人と私はちょっと考え方似てますね。お腹いっぱいに並んでもいいってこと？膨れ、これお腹膨れる完全食って？あ、お腹膨れるらしいです。あ、膨れんよ。私は美味しいものは食べなくていいからお腹がいっぱいになればいいって考えてるタイプです。私はそんなに味覚が優れてないのかもしれなくて、ほう。もう
牛丼500円ぐらいの牛丼食べるのも、うん、あとはジョジョ園とかで超高級な焼肉店で食べさせてもらえるっていうのも、うん、私の味の喜びとしてはそんなに変わらなかったんですよね。ああ、まあ美味しいのベクトルが違うからね。あ、ベクトル違うんですか。違う違う。言ったらそのまま食っても美味しいかどうかよね。ジョジョ園の肉って焼いて食うだけでしょ。うん。牛丼屋のはすっごい調理してるから。ジャンクフードに近いと思ったらいいかな。ああ、そうなんだ、うん。牛丼屋のはジャンクフードですか。うん、うん、っていう認識でいいと思う。まあ、化学調味料もりもりの調味料も多いと思うし、その前に扱ってる肉がね、もう油の塊やから、だからぶっちゃけ肉の質としてはもう最悪。あ、そうなんだ。うん、やし、まあそのまたお肉の話だけど、吉野家とか、まあ、ああいうチェーン店が最初爆発したんって安かったからっていうので、そうそう、安いですよね。そうそう。で、なんで安いかっていうと、海外で捨ててる肉を輸入してたから。安いのにはそういう理由があったんですね。そうそう、まあその捨ててるような肉を企業努力で美味しくしたっていう、うん、これはすごい評価されるポイントではあるんやけどね。ただ、うん、そういうわけで、はい、私はそんなに高いお肉を食べたところでそんなに喜べない残念な味覚を持っているので、うん、食にこだわりはなく短時間でお腹いっぱいになっていれば何食べるのもいいかなって、あ、体に悪くなければですけど、何食べてもいいって思ってます。でも玄米メインでしょ。あー、そうそう、玄米主食にしてます。おかずは何なの。おかずは親が作ってくれまして、だいたい親が働いてくれてるので、親が働いてる商店街でもらってくる食べ物をよくいただくんです。めっちゃいいじゃん。うん、あ、でもそれがそんなに多分体には良くなくて。よく何回商店街、うん、商店街に売られているもの、たこ焼きとか唐揚げとか、あ、はいはいはい、手羽先とか、そういう多分ジャンクフードに近いものをよく夕食にいただいてます。あ、なるほど。メインディッシュやね。メインディッシュで、白米と比べると玄米は食物繊維があるので腸の動きが活発になりやすいということで、少し体のことを考えて、うん、あとは玄米にはミネラルが少し白米と比べてあるらしいので、うん、値段もほとんど変わりませんし、玄米も白米も味の違いも私は分からなかったので玄米だけ食べてますそこはさすがにあるけど、まあでも俺も別に多少違いはあるけど、気にならん、うん、玄米は玄米の美味しさがあるかな。へえ。俺もまあ玄米派やし、硬い方がいいのよね、うん、そのご飯が。ああ、噛み応えがある硬い方ですか。多少硬くて、で玄米ってなんかやっぱ体にいいから、体にいいと思いながら食うのがやっぱいいよね。うん、そうですね。そう、白米よりビタミンが多いのよ。へえ。やし、これ江戸時代の頃の話なんねんけど、うん、どっちかっていうと江戸時代はずっと主食が玄米やったんよ。へえ。で、白米は高級武士とかその将軍とかの人が食べるようなものみたいな、うん、やつやって、でその白米ばっかり食べてる時に脚気っていう病気、ビタミン不足で足が腐っていくっていう病気やねんけど、まあ恐ろしい。そう、それ江戸時代に江戸の方で流行ったんよ、その白米が一気に普及した時に。へえ。金持ちほど病気になって、金持ってない庶民の玄米食ってる人の方が健康っていう、へえ、のを考えたらやっぱ玄米食った方がいいなと思った。うん、絶対体のためになるんだったらいいですね、玄米の方が、うん、最近だからもう玄米一択やもんね。うん、うん、と豆腐と納豆となんか葉っぱ系のもんで終わる日もあるからね。まあ、納豆、大豆製品はタンパク質が摂取できていいですね。そうそう、これだからお腹も膨れて腹持ちも良くて健康的でいいですよ。うん、はい、私も大豆製品、納豆とかよく食べてます。おお、想像できんな想像できないですか、はい、まあ納豆は本当にお値段も今のところは値段もそんなに値上がりしてないですし、安いので、うん、お得お得、これからもずっとお世話になり続けます。うん、一生食うかな。はい、といった感じで今回の放送を締めていきますが、次回は来週金曜日、ネクラクラさんのチャンネルの方で第46回が放送されるんで、そっちもね、次回見てください。ということで、来週もまた見てくれるかな。いいですとも。
クラッドラジオー。クラッドラジオー。え、これエンディングテーマもあったんですか？いや、今思いつきで言ってみた。